お前が戦国虎ノ城だな。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが屯所まで来てもらう。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで。戦国はなんや、遅いやないか。起きた、どういうことだ。さーて、どういうことやと思う。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。せやから勤皇派の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんざかい。ほれ、例の芹沢鴨もそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっぱなすわ。えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂は当てならんで。はあ、それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。ああ、そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。な、なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために勤皇志士たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたんは志士たちだけとちゃうで。あんたもや、斎藤はじめ藩。何なあ沖田藩、そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、沖田藩。はあ、沖田。ええ加減だ。うわっ、な、な、なんでや。起きた、お前聞いたことないか。カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。うお、ここで起きた、そして戦うのか。マジか。しかも、しかし俺はいつでも俺のスタイルを貫くぜ。よし、余ったか。よし、よし。
よし、どうだどうだ、よし、入った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 、ちょっと一回回復しとこう。さすが起きたな。よし、これでいけると。よし。よし、最後はこれで決める。よーし。最後はこれで来い、起きて、お前の気を受けてやる。よし、よし、わしが覆面の男とちゃうんゆんか。ああ、奴の剣が純粋な天然理心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そりゃ本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士なんでもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで、はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。中岡さんから。
手紙？なんだと？はじめちゃん？バカだ。はじめさん。兄弟が死んだだと。はい、まさかのね、ここで起きた喪失と戦いになるとは思わず、ちょっと中途半端な感じの回復系の持ち物で挑んだんですけど、なんとかまあ戦いましたね。その前にあの闘技場で勝つために鍛えておいて甲斐がありました。本当あれはもう感謝感謝ですね。でね、まあ兄弟が死んだっていうことでどうなるんでしょうかね。はい、じゃあまずとりあえずね、今日はこの辺で、終了したいと思います。実はね、ぶっ通しでもう2時間半向けやってますよ、龍が如く。もうね、私も疲れました。はい、では、皆さんさようなら。